はい、どうもみさんこんにちは、太陽の歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン、前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ、前回はね、ガチャだけやって終わってしまったんで、まあ、今回はね、久々にこちらのケイタくん、まあ、太陽の歌の方のストーリーを、まあ、進めていきたいなと思います。まあ、こっちの方のストーリーやのはね、まあ、実にね、もう1週間以上ぶりだと思いますね。でね、サーカスを見に行くって話だったんで、まあ、サーカスをね、まあ、近くまで来てるんですけど、実は。なんかいる？なんか飛んでるな。コエンラを見つけた。これ可愛いんだよね、こいつ。どうしたの？せっかく上手に化けてたのにバレちゃった。邪魔する人はケムケムしちゃうよ。いや、かわいすぎかよ。チームバトル、レディーゴー。なるほどね。いいですね。いいね。トゥントゥン、スリッ。よしよし。いいね、小太郎強いね。おお、いいね、いいね。トゥントゥルトゥントゥン。いいですね。まああとはね、パーティーに回復系がね欲しいですね。私の尻尾を掴んだ人はお空に連れてってあげるんだ。でも尻尾がちぎれたら怒っちゃうかもね。妖術大百科。なるほど。かわいいじゃん。んで、お、いたいたいた。お、やっと来たか、太陽の歌。サーカス団ももう来てるんだね。しっしっし、ほらな。おい、近くで見てみようぜ。わ、サーカステントだ。あそこを見ろよ、本物のピエールたちがいるぜ。どうやら準備の真っ最中のようですね。おう、一輪車にお玉もあるぜ。あっちにある道具はなんだ？ちょっと見てくる。え、ちょっと待ってよ。行っちゃったのにゃんね。どうしよっか。もう勘弁してくださいよ。今日は一体どうしちゃったんですか？いつも通りよ。あ、私の可愛さにジェラシー感じちゃった？それなら納得。いつもはそんなこと言わないじゃないですか。うふふ、私っては可愛すぎて罪な女。今日の先輩、痛すぎですよ。何かあったのかな？そうみたいにゃんね。これはてゆぬてくん、ちょっとあれを、あそこを見てください。これ、サーカスのお姉さんの横です。何？わ、妖怪？もしかしてトラブルって妖怪のせい？そのようでビス。太陽の歌、あっちも見るにゃ。あの男の人？絶対無理だろ、こんなの。はあ。俺なんでピエロなんてやってるんだろう。なんかすごく悩んでるみたい。このサーカスいろいろと問題が起きているみたいでビス。ちょっと皆さんに話を聞いてみましょう。
なるほどね。クエストが盛りだくさん。5つのキークエストのうち3つをクリアしてストーリーを進めよう。あ、こっちも出たか。まあ、5つもキークエストあんの。こっちだと、いつもはクールなお姉さんが突然あいただたな発言を連発。あとはミラクルサーカスを誘い設営スタッフ、私を合成に連れてって、理不尽クレーマー、はあ、私を合成に連れてっては多分合成ね、解除だと思うんで、まあ、これはね絶対やりたいですね。とりあえずアイタタタはやってみますか。うん、今回ねとりあえず、妖怪を見つけた。もう一声欲しいな。まだスクープってほどじゃないか。ねえ、何してるの？おや、妖怪が見える人間か。でもスクープにはちょっと弱いかな。スクープ？そう、僕はあいたたたた、ん？ちょ待って、ちょっとやめてくれそういうの。僕はあいたたたタイムズ、日刊あいたたたタイムズの新聞記者さ。日刊あいたたたたタイ、ちょっと待って、日刊あいたたたイムズ、日刊あいたたタイムズといえば痛い記事で有名な妖怪の新聞でウィス。新聞の記事を書くためにサーカスの人に取り付いていたの？そう、スクープを求めてこのサーカスの取材に来たのはいいけど、大したネタがなくてね。サーカス団員に取り付いてあいたたたー、ん？あいたたーなことでも言わせようと思って、あいたたた、ん？あいたたタイムズも仕事とはいえこのままでは困りましたね。スクープになるネタがあれば取り付くのをやめてくれるの？それはもちろんだよ。とはいえスクープなんて簡単にはつかめないですよね。確かに。あれ、あなたがつけているのはもしかして妖怪ウォッチ？え、うん、そうだ、ひらめいた。妖怪ウォッチを持つ少年への独占インタビュー、これならサーカスの記事よりももっといい記事が書けるはず。太陽の歌さん、ぜひ取材させてください。まあせっかくなんで受けときましょうか。ありがとう、これは大スクープ間違いなし。せっかくのインタビューですし、向こうのベンチに移動してやりましょう。準備ができたら声をかけてくださいね。インタビューを受けるなんてなんだかドキドキしますね。ふっ、そうでもないよ。太陽の歌くん、なんか今取り憑かれたよね完全に。はい、それでは太陽の歌さん、取材を始めさせていただきますね。さあどうぞどうぞ座ってくださいな。いや絶対取り憑かれたって。ああ、一体何が聞きたいんだい？まずはあなたと妖怪の出会いについてお聞かせください。見慣れない声に導かれたのさ。うん、それだろうね。あれは導かれたって表現が一番しっくりくるかな。さあ、なんなのこの決め顔は。こんなキャラじゃないよね。大地に眠る宝を捨て身にするため大森山に足を踏み入れた時、見えない声に誘われたように石のガシャマシンへたどり着いたのさ。大地に眠る宝ってあんた虫取りしてただけでしょうが。そしてその石のガシャを回したことで俺の人生は変わったんだ。どう変わったかは、いや、これは秘密にしておこう。
あなたよのたくん、その喋り方どうしたんでウィス？もしかしてまさかと思いますが、あいたたタイムズに取り憑かれてます？いやー、なるほどなるほど。次にあなたの考える友達妖怪の魅力についてお聞かせください。これやばいな。響き合う友情のメロディ、爆発する個性のビート、まあ、爆発する個性のビートかな。あえて言葉で表現するとなると、爆発する個性のビートかな。いいですね。でも一つだけ確かなのは、彼らの魅力を語るには時間がどれだけあっても足りないってことさ。あいてててててでは最後の質問です。どのように妖怪の友達を作っているんですか？やっぱりストレートに友達になってくださいというとか。ちっちっち、それは少し違うね。一言で言うと、導かれるって表現が一番近いかな。お互いの心を本気でぶつけ合ううちに自然となってるんだよ、友達にね。おー、じゃあ試しに実践してみてもらってもいいですか？僕とバトルをお願いします。ふっ、仕方ないね。いいよ、せっかくだから楽しもう。準備ができましたらまたお声をかけてください。オッケー。スクープ。それでは太陽の歌さんの心のぶつかり合いを見せてください。え、バトルってそういうこと？まあ俺にとってバトルっていうのは特別なことじゃなくて日常なんだ。わざわざそれを見たいと思う君の感覚がちょっとわからないけど、もしかしたらこれは俺自身が次のステージへ進むのに必要な。ちょっと、もうやめて太陽の歌くん、聞いてるこっちが辛いでウィス。じゃあ行きますよーい。あ、本当にバトルするんだ。いや、ここのね、負ける要素はないとは思うんですけど、どうだ、これ食らうか。あれ、食らわないな。あ、全然食らわなかった。トゥントゥントゥンドゥン。お、倒したぞ。よーし、いいね。うん、感じたよ。君の心と俺の心が今はっきりと共鳴したね。うわー、バトルに勝っても相手だったですね。なるほど、こうやって妖怪と友達になっていくんですね。では僕の妖怪メダルをどうぞ。あいたたタイムズ。あいたたタイムズ。いや、このままでいいでしょう。いや、これ読みづらくてしょうがないね、本当に。俺たちが心をぶつかり合わせた、合わせて紡いだ絆の結晶、確かに受け取ったよ。それではこの辺で、新聞の読者に向けて何かメッセージをお願いします。ふっ、そうだね。この記事を読んだ君たち、俺に会いたくなっても心配しないで。まだ顔も知らない君ともいつか共鳴する日が来るはずだからさ。おー、ナイスなメッセージ、バッチリいただけました。ではでは、お次は？あいたたたた、こりゃ長くなりそうですね。そういえばサーカス団のお姉さんたちはどうなったのでしょう。あら、私ってば何してたのかしら。先輩、元に戻ったんですね。何言ってるの？ほら、さっさとサーカスの準備しましょう。はい、やっぱ先輩はこうでなくちゃ。あいたたタイムズな取材に夢中なおかげで、あちらは元に戻ったみたいでミスね。
あとは太陽の宅のインタビューが終われば、うん、友達になることが大切なんじゃない。友達になった後に何をするかが大切なんだろう。楽しそうでビスに。いやもう呪いレベルですよね、あれは。ウィス。さすがです。さすがです。あ、そっちのパターンね。オッケー、ルーレットボーナス、いきましょう。ブーチョン。ダンシングスター、よーし、いいね。はい、てなわけでですね、まあ、今回は5つのキークエストのうち、アイタタタイムズの、クエストの方クリアしました。まあ、次回はですね、まあ、残り2つのうちまた1つね、クリアしていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それではまたねー。